今日はプリキュアがいっぱい。私たちのプリキュアアルバム HD で遊んでみるよ。このアルバムっていうところを押して遊んでみよう。ここをタップするとプリキュアが呼び出せるんだって。すごい。タップしてみるよ。誰が呼び出せるのかな。それ、あ、自分の好きなプリキュアを選べるんだ。わあ、誰にしようかな。キュアミラクル呼び出してみようっと。お、キュアミラクルを大きくしたり横にしたり小さくしたりできる。すごーい。元に戻して真ん中にして背景を選ぶを押してみるよ。あー、かわいい。いろんな背景が選べるんだね。これも素敵。おー、これもいいね。あ、これもいいな。悩んじゃう。この背景にしよっと。あとは名場面集。これってなんだろう。あ、未来の名場面集がある。押してみるよ。あ、名場面のスタンプのようなものが押せるんだね。あ、いいかもこれ。ここにキュアミラクルを置いて名場面集の未来の名場面集をちょっと大きくして、よいしょ。あれ、大きくならないな。大きくならないのかな。じゃあここに置けば。うん、こんな感じでキュアミラクルのアルバムが出来上がっちゃうんだね。面白い。アルバムを見るっていうボタンは何だろう。あ、これまで作ったアルバムがここで見れるのか。次はこの辞典を押してみるよ。あ、これは歴代のプリキュアがいるのかな。チェンジをしてみるよ。あ、なぎさがキュアブラックに変身だ。他のキャラを見るでいろんなプリキュアを選べるみたい。例えばトアはチェンジだと、キュアスカーレットに大変身。キュアスカーレットってどんな人だっけっていう時に、ここのプロフィールでトアの写真と説明が書いてあるよ。これをタップすると、あ、写真に取り込むことができるんだ。すごーい。なになに、必殺技やアイテムも書いてある。必殺技は、あ、プリキュアフェニックスブレイズ。タップすると必殺技が繰り出されるんだね。すごい。わあ、面白い。その他の必殺技もやってみよっと。わお、これ面白い。すごいね。あとはプリンセスパフューム。これは動かないね。ドレスアップキーの説明。お、これはロイヤルドレスアップキーだ。
変身の瞬間が、わーすごい、出た出た。あとはスカーレットバイオリン、お、これも押すと出されるかな、技が。あ、出されなかった、残念。これがさっきのプリンセスパレスだね。プリキュアたちのアイテムや必殺技がこれで分かっちゃうんだね、すごい。チェンジってなんだろう。あ、チェンジをするとトアからプリキュアのキュアスカーレットになるんだ。なるほど、面白い。他のキャラを見てみようっと。お、キラキラプリキュアラモードのみんなもいる。あー、これは追加で120円必要になっちゃうんだね。残念。プリキュア大辞典、プリキュアがいっぱい、私のプリキュアアルバム HD。 これまでのプリキュアたちの変身姿や必殺技、それから素敵なアイテムを見ることができたよ。そしてオリジナルのアルバムを作ることもできたね。これは何の技だってお友達にクイズを出してみてもいいかもね。みんなもプリキュアたちを調べたいときはこのアプリで調べちゃおう。そしていろんなプリキュアたちのアルバムも作っちゃおう。楽しく遊べるアプリだね。ぜひ大好きなプリキュアたちと遊んでみてね。じゃあね、バイバーイ。アソブームではまだまだ面白い動画をたくさん用意してるので、動画の右上にあるこのアイマークを押してアソブームの他の動画もたくさん見てね。このアイマークを押してね。毎日楽しい動画をたくさん見たい人は、このチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押して、チャンネル登録をして、アソブームの楽しい動画を毎日見ちゃおう。みんなの気に入る動画がきっと見つかるよ。毎日楽しいアソブームをぜひ見てね。これからもアソブームをよろしくねー。